はい、シンです。本日の動画、サムネタイトルの通りでございますが、ついにですね、モデルジャパン日本大会の写真が、発売、開始されましたので、そちらのね、日本大会6位までトップ6の選手の、公式写真を購入しましたので、勝手ながら、トップ6の選手の紹介と、あとはなんでこの選手が勝ったかとか考察ですね、自分があとはなんでこう6位で入賞できなかったのかとか、そういったところをね、お話していければと思います。最近あのデスノートを再度こう見始めて、ハマってちょっと L を意識して来ておりますということで、早速ですね、こちらが僕が購入した写真なんですが、ご覧ください。ポンと、はい、こんな感じですね。ちょっと大きめに撮るために僕は画面から極力消えますね。ということで、まあ一人一人ね、このモデルジャパンマニア、僕はねモデルジャパン、今年で6年目です。来年で7年目になるのかな。かれこれずっと大会出てまして、まあ今年は日本大会で初めてミドルクラス今年からなったんですけど、まあファーストコール呼ばれて弾かれて6位で止まりました。2019年はフレッシャーズで、5位に入賞したっていうような、まあ日本大会で毎回恥の男っていう感じですね。感じでございます。ということで早速、モデルジャパンマニアの僕が紹介していきますが、こちらね、写真購入したものを見ていただきたいんですが、こんな感じでございます。はい。順番、順位はこんな感じ。はい。端から青いパンツの僕が、6位と。はい。で、さらに、両端の、河原選手が、5位と。で、その隣の、浜上選手が4位と。で、僕の隣の、左から2番目の児玉選手が3位と。で、その隣の中田選手かな。まあ、よく、どっちかな。とりあえず最強なイケメンです。はい。が2位と。で、3連覇の、はい、萩原選手という形になっております。で、一人一人ね、ちょっとこう見ていきたいんですが、僕ね、まずこう、ファイナリスト、トップ10、10人は、この選手だろうっていうのを、僕予想してたんですね。まあ、13人ぐらいピックアップして、まあ、この選手はファイナル行くだろうなっていう予想を、勝手にしてて、でその予想のうちね、なんと8人がやっぱりトップ10に入ってたので、我ながらおなかなかいい予想できたなと。モデルジャパンみたいな感じの競馬があったら僕なかなか勝てると思うんで、そういうのがあったらいいなと。はい、ということで話はそれましたが、一人一人まず見ていきたいと思います。はい。でトップ6っていうくらいですから、やはりですね、各予選、地方大会ですね、みんなグランプリの選手でございます。はい。では、まず、6位の僕から見ていきましょう。はい。全体のバランスを見たときに、いい体してますね、この人。腹筋もそうだし、多分全体と比べたときにも、まあ、萩原選手の次ぐらいに僕、腹筋しっかり出てると思うんですよね。全体のバランスも肩の張り出しとかもちょっと一番強いような形、逆算の具合もなかなか、いい感じなんじゃないかなと思っております。はい。全体の印象で見るとなかなかいい気はするんですけど、まあ、6位だったと。はい。で、僕は東京大会グランプリですね、東京大会グランプリで、横浜大会が準グランプリというような形でございます。自分自身改めて振り返ってみると、まずなんでこの中で6位だったかなっていうと、全体のバランスは結構自分で客観的に見ても、この写真で見てもやっぱ良かったかなと思います。一つ考えられるのは、まず、もう一絞り必要だったかなっていう感じですね。体脂肪当日多分 5.5% とかだったんですけど、まあ、4.4% 台ぐらいまで持っていった方が良かったかなと。その分ミッドセクションがもうちょっと、出せたんじゃないかなっていうところが反省点の一つ。で、二つ目、肩が一番出っ張ってるなと。モデルジャパンの基準にしては、まあ、僕もね、そこまでわからないですけど、やっぱ細身の体っていうところなんで、モデルジャパンにしては肩が出っ張ってて、一番このサイズ感が大きく見えるかなと。あとはまあやっぱその絞りが足んない、ちょっとむっちり、もっちりしてる感じがどうしても自分が出てたかなと。なので、ちょっとここを今後は改善していこうかなと。なんでこの1年間、まあ僕多分、今年1年結構トレーニングももちろん頑張ろうと思ってはいるんですけど、まあそのね、
時々で変わってくると思うんですが、来年でモデルジャパンもしかしたら卒業かもしれないです。体のサイズ的な感じでも、もう勝てなくなってきたら卒業かなっていう感じですね。はい、っていうのが僕でした。はい、で、第5位の、川原選手、川原選手は、2019年ですね。2019年の、日本大会ミドルクラスで3位の選手です。なのでもうかなり僕は、マークしてました。で、まあ、広島大会とか、7大会でグランプリを取られてた選手で、もう、まあ、とりあえず第一印象がめちゃくちゃもうイケメンですね。イケメンで、モデル体型って本当になんかもうモデルさんみたいなね、オーラがある選手で、まあ、印象としてはとにかくイケメン。はい。っていう形で、まあ、体のバランスもいいですし、全体的にこうしっかり細身でかなり絞られてるなっていうところがあって、まあ本当ザ・モデルっていう選手でしたね。もう川原選手に関しては、19年の日本大会だけど、ファーストコールでこう、センターで呼ばれてる選手なので、かなりね、強敵に感じてた選手でした。2020年は出られなかったのかな？コロナの影響とかも多分あって。で、21年でね、やっぱりこう、日本大会でね、連続で出て、こう、入賞されるっていうのは素晴らしいなと思いました。はい。で、その隣の、4位の選手、浜上選手ですね。浜上選手は今年も結構いろんな大会、出てて、もう全部入賞したんじゃないかなっていうぐらい素晴らしい選手なんですが、長野大会で確かグランプリでしたね。で、彼は、今年の僕と同じような感じですね。昨年の2020年の日本大会で、6位、ファーストコール。で呼ばれて、ただファーストコールもね、僕みたいな端ではなくて、日本大会の時は、左から2番目ぐらいでこう呼ばれてた、選手ですね。僕ら側からサイドから見ると左から2番目に呼ばれてた選手なので、まあ、今回やっぱその4位に入ったっていうところはさすがだなと思います。確実にこう順位を上げて来られてるので、まあ、来年もね、もし出られるのであればかなりライバルになるんじゃないかなと思います。体の印象的にはもうザ・モデルジャパンっていう体をしてますね。僕と比べてみるとやっぱまあ絞りがしっかりできてるっていうところと、足のカットもそうですし、あとはまあ肩が、僕と比べてこう出っ張りすぎてないっていうところで、ちゃんと全体的にコンパクトに収まってるところが、素晴らしいかなと思います。はい。で、第3位の、児玉選手ですね。児玉選手に関しては、控え室ですね、結構隣で、まあ、隣ってこう向かい側に座っていて、まあ、改めて初めましてっていう感じだったんですけど、埼玉大会グランプリの選手で、で、確か長野が準グラとかかな。で、まあ、ちょいちょい出られてた選手だと思うんですが、第一印象としては、いい人だな。すげえ、ちょっと適当になっちゃう。めちゃめちゃなんかこう、あ、話しやすい方で、なんかすごい優しい方だなという印象でしたね。で、まあ体的なところで言うと、やっぱ全体的にこう絞りがすごいと。まとまっているという感じで、まあウエストのラインもそうですし、足のカットもですし、まあ肩の具合だとか、表情とか、まあ全体的なこうバランスがね、すごいいい選手だな、というふうに感じました。まあ3位の選手ですね。で、その隣の選手、中田選手、中田選手がね、ツイッターは中田という形で。はい、那覇大会、まあ、沖縄の選手ですね。まずやっぱり印象としてはもう顔がイケメン、濃いと。沖縄勢何なんだと。本当にね、今年沖縄勢エグかったっすよね。もう本当にみんなイケメンばっかで。はい。中田選手はもう180センチあってね、もう顔もそうですし、体の全体のパーツとか、本当にトータルパッケージ見るとね、もうザ・モデルさんという、モデルなんじゃないかと、いうようなね、感じでございます。体はもう一つ一つの本当絞りもめちゃくちゃ良かったですし、まあ肩のこの具合だとか、ポージングのスマートさとか、まあもう僕はもう顔しか見てなかったですね。かっけえなこの人、顔優勝だろうみたいな、感じで、まあ沖縄の血をね、ちょっとこう分けてほしいなっていうような印象でございます。っていうような感じですね。はい。で、最後、まあなんといっても、優勝と。3連覇の萩原選手ですよ。そろそろもう出なくていいんじゃないかと。
萩原選手はね、もう19年、20年、21年と、まあ3連覇取られた選手なんですが、東日本大会、2019年の東日本大会の時は、4位だったんですよ、確か。僕の記憶だと。で、4位で、なんと、日本大会でファーストコール19年の時呼ばれて、4位から1位になったんですよ。こんな選手いるかと。なかなかね、周りも多分マークしてなかったと、思うんですね。まあそんな中、こう、グランプリを3年連続取られてるっていうめちゃくちゃすごい選手なんですが、まず何がすごいかっていうと、まあ全体のやっぱバランスがすごい整ってるんですね。各パーツ、筋肉一つ一つしっかりはっきりしてますし、表情だとかポージングの見せ方とか、まあもう全部参考にすべき選手なんじゃないかなと思います。で、体もね、多分サイズ的にこのトップ6で見ると、僕と本当は同じぐらいだと思います。で、僕が大きくちょっとこう見えちゃってるんですけど、多分萩原選手も僕と同じポージングの見せ方をした際は同じぐらいのサイズ感でもしかしたら弾かれる可能性があるんですが、やっぱりそこはポージングがうまいと。ちょっとこの肘の引き方だとかでうまく、見せられてるっていうところもありますし、まあコンテストに合わせて、まあ体をしっかり作られてきてると。この腹筋とかもね、ラインもとてもいいですよね。はい、っていうような選手で、まあ、あとはやっぱその応援も確実にね、やっぱりこう加点にはなるんじゃないかなと思います。体がもちろん出来上がっててこそですけど、やっぱりもう本当アイドルのコンサートみたいな感じでね、萩原選手はめちゃめちゃ応援がいるんで、まあ、今年とかもコロナ禍であれでしたけど、19年の日本大会の時はもうやばかったですかね。6番みたいな、今でも鮮明に覚えてます。僕もねフレッシャーズクラスの6番だったんで、あ、僕もちょっと応援してくれたらよかったなみたいな感じだったんですけど、はい、まあ、そういった印象がね非常に残っておりますということで、まあ、このね、トップ6を勝手ながらお話しさせていただきましたが、全体でねこうやって見た時に、まあ、僕やっぱねこう6位で弾かれて、結構その当日はやっぱ悔しかったんですよね。もちろんやっぱ日本一を目指してやってたので。ただこうやって公式写真だとか、まあ、上げていただいてるような YouTube とか見た時に、あ、僕全然負けてないなと。結構自分が理想にしてた体にだいぶなってきたなと。こうやって写真で比べてみても、まあ萩原選手ね、優勝した選手に負けないぐらいこう腹筋もだいぶ出てきたなと。でこの腹筋に関しても、僕は2019年の時ね、もそうですし、まあ今年の横浜大会でもね、小野選手と一騎打ちして、まあ、見事に負けましたが、まあ小野くんに勝てるわけがないっていう感じなんですけど、小野くんはやっぱ腹筋がえぐいんでね。で僕は19年の東日本大会の時に小野くんに負けて、うわ、やっぱ小野くんくらい腹筋鍛えなくちゃダメだなって、その日から思って腹筋頑張って、ここまでやっぱ成長できて、まあ、いろんな見方ありますけど、こうやってパッと見やっぱ萩原選手に負けないぐらいのね、腹筋がやっぱこう出来上がってきて、まあ胸の厚みとか肩の感じとか、ね、控室、バックステージでこう、で全員のトップ10の体見てた時に、僕もやっぱ胸の張り出しとか腹筋も全員の選手見て、あ、これ結構いけんなと、萩原選手に、まあ、結構近づけたかなっていうところで、もうちょっとね正直自分の感覚的にはトップ6、まあ、正直このファーストホールには絶対呼ばれるだろうって自分の中で思ってたので、なんでもうちょっとこうね中央の方で呼ばれるかなと思ったんですが、まあ、やっぱり見せ方とか、まあ、もう一絞り表情とかそういったところがね足りなかったのかなっていうふうには思っております。というような形で今回、まあ、トップ6の、ね、選手をお話しさせていただきましたが、もちろん来年もね、僕はモデルジャパン出場予定でございます。まあ、見せ方とかその年々のこう、ね、トレンドとか様々あると思うんですが、まあ、そこに合わせてね僕ももう一回体作り直して頑張っていこうと思います。日本大会終わってからまだ筋トレ1回しかしてないですよね。はい。っていう形で今もう抜け殻状態でございますが、またね、改めて頑張っていきたいと思いますので、まあ、モデルジャパンマニアの僕に何か聞きたいこととかありましたら、インスタグラムとかね、こちらの YouTube コメント欄とかで s.fit とかでね、送っていただくとお答えしますんで、ぜひ来年も出られる方は一緒に頑張っていきましょう。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。この動画がいいなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。